皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年11月7日木曜日になりましたが、今日はですね、1週間経ちました。1ヶ月経ちました。えー、チャット GPT で自然に AI と音声会話ができるというアドバンストボイスモードの使い方を紹介したいと思います。アドバンストボイスモードっていうのは、実は1週間のところがですね、9月の24日に発表されたもの で、有料プランで使えるよって言ってたものなんですけど、これがですね、なんと無料プランにも開放になっています。え月15分という制限はあるんですけど、わずかですが開放されているので、無料版の方もですね、よかったら試していただきたいなと思ってるんですけどで、今回の機能の特徴はですね、自然に会話ができるようになった。前よりさらにですね、そして割り込みモードがあるので、向こうが喋っている時にもこっちが話しかけるとですね、途中で話を聞いていくことができるモードとかあります。 ことでかなりですね臨機応変に会話ができるモードになっているんでぜひ使ってみましょうということなんですねでこれはあの有料プランの方も実は制限がで残り15分になると警告が出てさらに残り3分になるとさらに追加の警告が出てその後はですねいわゆる通常のですねスタンダードのボイスモードに戻るという風になっていますで音声はですね実はチャットの利益として、えー、あの,あの文字起こしたものが残るんだけど音声も30日間保存されるのでリプレイしてですねその音をも もう一回ね、聞くこともできるんで、その辺もすごいですし、方言なんかも話せたりとかいたしますので、ぜひね、皆さん使ってみてほしいなと思うんですけど、というですね、はい、今日この、えー、チャット GPT のアドバンストボイスモードですね、実際に試していろいろやってみたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまずですね、スマホの画面を出して説明していきたいと思うんですが、えー、こちらから行きましょう。はい、<laughs> スマホの画面でやってみたいと思うんですけど、はい、こちらチャット GPT のアプリを起動します。ちなみにね、PC アプリでも今もうね、使えるようになってます。 ますので、パソコンの Mac、Windows もですね、両方使えますけど、はい、スマホでやってますね。画面の右下にありますこの黒いアイコンですね、右端のですね、押してもらうと起動します。で、ここの窓がですね、青いアイコンに変わると使えるようになりますので、しばらく待ちましょう。こんばんは。こんばんは。 何かお手伝いすることはありますかはい。じゃあ、これでですね、ちょっと話をしていきたいと思うんですけど、こんばんはと。はい。ぜひお話しましょう。どんな話題に興味がありますか実は、今からね、セミナーがあるんだけど、いつものようにですね、あの、司会をお願いしたいんですけど、よろしいですか司会の役割、お任せください。セミナーの進行や紹介など、どんな部分を担当すればよいでしょうか今から僕がセミナーを始めるので、セミナーを開始して、あなたは司会者として、講師をですね、招き入れるような 漢字の挨拶をしてほ